してここからはですね、もうおなじみですね、はい、ごちそうマートの鈴木敏夫さんに加わっていただきます。よろしくお願いします。鈴木さん、鈴木さん、まあ、ですから達也さん、敏夫さんで、はい、お願いします。ここから近い長谷通りで、はい、開いています空き店舗を使った、はい、ちっちゃなマーケットですね、はい、ごちそうマートと言います。でまずは今月後半年末までのスケジュールを見ていただきましょうか、はい、スケジュールをお願いします。はい、はい、こちらですね、出ましたか。まだ年末年始も盛りだくさんですね、はい、はい、今週はですね、はい、龍南ブラザーズといって朝どれ野菜、うん、それから丸坂さんといって佐賀らから来てくれます、はい、で土曜日は田原峰の新鮮野菜と、川根本町からパン工房さくらさんが来てくれるんですが、はい、注目は28日岩崎こんにゃくさんと一緒にですね、菊川マルシェという方が新しく来てくれるんです。ちょっと次の、画像をお願いします。はい、こちらがですね、はい、大山さんとおっしゃって、はい、若い方ですよ、大学卒業してばっかりの方で、菊川の地域おこし協力隊に入った方なんですね、で菊川って、はい、うん、今一つ名物がないところで、菊川、はい、それをですね、マルシェという形で、うん、長谷通りのごちそうマートに何か持ってきてくれるということですね。で今選んでくれているのがこちらです。これがですね、何ですか、これはオーガニックの深蒸しのお茶で、まあそうですよね、菊川掛川というお茶ですもんね、はいはいはい、深蒸し茶ですね、でそれを試飲もできるんじゃないかって言ってました。次の絵お願いします。焼き芋なんだって。あ、焼き芋美味しそう、はい、下に引いてあるのはこれ 石ですよね。だからどういう形で持ってくるのか分かりませんけど、はい、焼き芋を探してきてくれました。それで最後ですね、でこれがね、お茶の羊羹を、美味しそう、はい、ですからこうやって長谷通りに持ってきてくれることが、はい、菊川の新しい名物をね探すという活動にもなっているんですね。それからもう一つ、一度ですね、はい、ごちそうマートにも出ていただいたんですが、はい、大井川ビアホップといいまして、はい、ビールのホップはい、を静岡で育てている人たちがいるんですよ。でその人たちが、ごちそうマートに出てきてくれたんですけど、まずはちょっと、はい、YouTube の映像からご覧ください。はい、島田市の生見地区です。近くに山目平という釣り場があります。ここでビールの原料となるホップが育てられています。相当の山の中ですね、ここは。ホップ作りに挑戦しているのは藤枝で地域おこしの活動をしてきた小林博樹さんです。ぜひこの地を生かしてやるとしたらホップ作りから作って、でビールも作って、でこの場所で売りたい、で飲んでもらいたい、そんな思いであります。小林さんは今年の4月地域の人や関係者を招いてホップの植え付け体験会を開きました。初めてやる体験だからもう嬉しかったですね。うちもね、茶畑がダメになったからやれたらいいな。そして7月収穫です。この畑では予想したよりも一回り大きく育ちました。他の畑も合わせ十分なホップが集まりました。どうですか、小林さん的は。いや、本当にいい理想的な形ですね、はい、嬉しいです。なんかビールの缶とかで見たことのある。そうですね、ホップの感じですよね、はい、なかなか静岡では見ることないと思うんですけども、こういう形でホップ、ビールの原料ができています。近隣のところでこういうビールの原料が取れるというのは本当に面白いことですし、なんていうんですかね、今後の未来にもつながっていくことなのかなと思います。小林さんはここ生見地区にクラフトビールの醸造所を作りました。8月にはタンクが入り、夢のビール作りのスタートラインに。目指すは年内中の自社醸造です。自分目指してるのは単なるビール作りではなくて、場作りっていうのをすごい大切にしていて、この場でいかに楽しめるかっていうことで、この場でいかにつながっていくかっていう
ことを大切にして、この生見というあの地区を知っていただいたりだとか、大井川流域の魅力をさらに発信できればなというふうに私は考えております。はい、ということで、はい、今年内のあのビールが販売したいということなんですけど、その夢が叶いまして、はい、はい、だから今週の日曜日って言ったらいいのかな、来週の日曜日っていうのが26日に、はい、今あった生見というところですね、はいはい、島田市生見というところで、これね193はね、あれ生見って読むんですね。はい、はい、で生見バレーブリューイングで、はい、ビールを、はい、あの実際はね、ジャンルで言うと発泡酒になるんだそうですが、はい、まあビールですを、販売と、それからマルシェも開くそうなので、私も行ってみようと思っています。私も、はい、あのビール好きにはちょっともうなんかカラカラになってきちゃった。はい、あのぜひ、はい、行ってあげてください。本当にね、いろんな皆さんが見えるのでね、はい、